皆さんこんにちは、ナシタです。元気ですか？今から私は福岡に行きます。はい、実は明後日、はい、おむすびチャンネルのオフラインイベントがあるんですけど、5月の17日、はい、おむすびチャンネルの福岡でのオフラインイベント、プチ交流会があるので、福岡に今から向かいます。はい、でも、飛行機の時間もあるので、早速、出発です。そして、福岡でね、もし時間があれば、福岡の屋台も行きたいと思いますね。はい、で、動画もね、できれば撮りたいので、楽しみにしてください。じゃあ、行きましょう。ナシタです。今私は福岡にいます。はい、で今は、ね、福岡の港にいて、これから船に乗る予定ですね。はい、どこに行くかというと、鹿の島に行きたいと思います。はい、楽しみです。で、あと少しでも船に乗るので行きましょう。鹿の島に着きました。で、今から、食べに行きたいと思います。なんかこちらのお店は結構早く閉まるので、まあ、今早速ちょっと行きたいと思います。楽しみ。さてと、こちらのお店に行きます。清潔感もあって雰囲気もありますね。はい、注文したものが来ました。そして頼んだのは日替わりお刺身御膳です。初めて食べる魚いっぱいです。そしてさらにフグもあります。すごくないですか？びっくりしました。このあら汁もすごいですね。早速いただきます。カツオから始めますね。わさびを忘れるところでした。カツオを食べたことあるんですけど、私に一番近いところにあったのでカツオから始めました。そして感動しました。とっても美味しいです。なんか炙りの味がしますね。ちょっと炙りカツオだったんですね。ご飯熱々です。湯気も上がってますね。次はタイです。タイもいただきます。食感はプリプリです。美味しいです。そしてあら汁の番。しみる。
いや本当に美味しい。味が濃くて熱くて具もたっぷり最高。次はカマスです。カマスの刺身は本当に初めてですね。あら塩つきすぎちゃった。はいこれでよし。いただきます。美味しい。そもそも焼きカマスとかも食べたことないと思います。あるかな。全然記憶にはないんですね。よし心の準備をもうできたので、これからフグです。あーフグは初めて食べます。実はちょっと怖いんですね。でもせっかくねあのセットに入ってるのでまあ食べるしかないんですね。ちょっとねこの顔が気をつけながらね食べてますね。でも感想としては柔らかくてプリプリで、うん、でピリ辛おろし大根と一緒に食べるからなんか味もしっかりしてますね。次はサワラです。サワラだと思います。サワラも初めて食べます。サワラも美味しいです。はあ、基本的に寿司屋さんとか行くとあと海鮮料理レストランとか行くとサーモンだとかマグロだとかそういう赤い身を持っている魚を食べるんですけど、こうやって白い魚白魚呼び方合ってるかわからないんですけど、そういうのはなんかあまり食べないので今日はとても新鮮でした。茶碗蒸しも最高です。茶碗蒸し大好きです。そして次はマグロです。マグロ本当に大好きです。そしてね生姜と一緒に食べるのは初めてですよ。そういう食べ方もあるとは知りませんでした。でも意外と組み合わせはいいです。うん面白いです。そしてミニ海鮮丼を作ります。タタタドーン。美味しいです。今回は刺身も楽しめたし海鮮丼も楽しみましたね。こんな美味しいものを食べれて本当に嬉しいです。そしてお腹はどんどんいっぱいになってます。そしてもう一回フグいただきます。はい皆さんお店出ました。わお腹いっぱいです。すごく量が多かったです。そしてすごく美味しかったです。あとなんか面白いと思ったのはなんか普通になんか刺身が並んでるわけじゃなくてなんか刺身ごと魚ごとになんかトッピングが入ってるというかついてる。例えばマグロに生姜、あと名前忘れたんだけどなんか塩とレモンがついていて、フグは大根ピリ辛おろし大根からすごく面白かったです。でなんかこうやってねトッピングと一緒に食べるとさらにね新しい味を発見できるんですね。うん、はあ、美味しかった。なんかすごい量もね思ったより多かったんですね。でもうたっぷり食べたのでちょっと歩かないといけないんですね。あちなみにねそうフグ初めて食べてみたんですけど一応ね人生で食べる予定はなかったんです。怖いからだってもともと毒入ってるでしょ。まあそれは処理してなんかまあ安全な形で提供されてると分かってるんですが、なんかねそれでもちょっと怖くてだから今までフグを食べたことないんですね。で今回ね頼んだ御膳は日替わり御膳だったんですね。だから何が入ってるか分からなかったんですね。で来たらなんか魚をね紹介してもらった時になんかフグと言われてと思ってすごいびっくりしました。まあまあもう入ってるから食べるしかないんですよね。うん、で食べてみたらなんかすごく柔らかいんですね。うん、なんかあと太い。そうなんか前はね写真見た時になんか違うところでなんか結構薄い形してたんですけど今回のお店はなんかちょっと太くてプリプリで柔らかい、うん、だからすごく面白いなと思いました。うん、気に入りました。まあ明日まで
うん。まあこの動画はね、もう出ていれば私は生きてるってことですね。はい。まあ冗談ですけど。で、今からこの近くにあるあの神社に行きたいと思います。で、そして海の方にも行きたいです。なんか、まあ、一応島なので海に囲まれてるんですね。海も見たい。なんか船に乗った時に結構あの海が綺麗に見えましたね。早かったんですね、船が。めっちゃ早かった。もうその速さすごい感じてたんです。うん、はい、ということで今から神社に行きます。うん、でこの動画はここまでになります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。